魔物を統率するカリスマ性、絶大な魔力、面倒見の良さ、人気の高かった現魔王がある。魔老衰で死んだ。新たな魔王様は誰が？早めに立てなければ魔王軍がバラバラになってしまう。落ち着けお前たち。魔王様は死ぬ前に転生の秘術の方法を残していた。これを使えば魔王様は赤子として生まれ変わるはずだ。もちろん我々で育てる必要はあるが、魔王軍が後継者争いで分裂して混乱するよりよほどよかろう。確かに。よし、早速秘術の準備だ。赤子となった魔王を私の言いなりになるように育て上げれば、魔王軍の実権を握ることができる。私が魔王すら操る魔界の覇者となるのだ。そして秘術は成功した。やだやだやだ。そうおっしゃられましても、栄養のためにも魔法連想は食べませんと。魔王様はとても元気に、すこぶる元気にご転生された。これを元の魔王様になるまで何百年も育ってる。無理では。こんなわがままなガキを。全国の母魔族すごい。私の母親はこんなことを。ピコ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 だ。こらこら、ダメですよ。おもちゃじゃないんです。私の尻尾です。可愛いのでもう少し野望のために頑張ろうと思う。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。